チャオ、あちゃんです。今日4月の3日、あちゃんのお昼ご飯、お昼ってもう4時ぐらいだけどね。たっぷりポテトサラダパン、お昼食べへんかった、ね、ダメやね、こんな生活してたらね。ダメです、みんなはちゃんと食べてくださいね。ちゃんとあちゃんは朝昼晩の動画で出すんで、その時間に合わせて食べてね。ちょっと今日はいろいろ外に食べられへんかったんよ。美味しそう、ポテサラのパン食べましょう。いただきます。大事一番。あ、ちょっぴりピリ辛。美味しいね。何時だ。5時。5時になってお昼ご飯の出かんない。だってご飯食べられへん。食べるけど何しよっかな。今日決まってないね。今日はジュースはね、なっちゃんのシュワッと白ぶどう、前に買ってお家に置いたって持ってきて、運転のお供ドリンク欲しいからさ、安っかったやつ持ってきたり、途中で買ったりするけどね。変な話ね。今 YouTuber で普通に暮らせてんの。で、毎月まあ変動はあるけど、まあまあ普通に暮らせてんねんけど、普段そんなこと思ったことないねん。毎日日々動画を撮ってアップロードしての繰り返してるから、生活普通にできてるし、で動画撮影と編集に追われてんだけど、なんかね、春休みモードに入っちゃって、子供が休んでるし、なっちゃんもだらけてて、動画も本数ちょっと少ないでしょ。で、出かけもしてないし、そんなに、もちろん、魚さばき動画をメインでいろいろやってるからね。それもあんのかもわからないけど、これでいいんかなって、もう不安になってきて。でも、生活できへんのかなとか、外やった。川みたいなやつ。なんじゃないねんけど。こんなね、言ってみたら、楽ってことないけど、結構きついねんね。時間も忙しいし、いつも異常に。ねんけど、逆に言ったら、朝昼逆転、昼夜逆転、4時まで魚さばいたりね。で、朝8時、いや9時とかまで寝坊して、9時とか10時まで寝坊したりする日もあったり、いいのかなって。もちろん考えたらね、夕方5時から6、7、8、9、10、11、12、1、2時って、そういう夕方5時から入る仕事入っていう人とのことを考えたら、昼夜逆転生活もええと思うね。悪くはないと思うね。ただこんなに簡単にってことだけど、あっちゃんのお話とかお料理作ってるだけでね、生活できていいのかなって不安になってきた。もちろんそこ来るまで時間かかったよ。やっぱり2年半とか3年とかかかって今まで生活できるぐらいの低空飛行してるけど、よっぽどのことない限りこっから収益が落ちることはないと思うんやけど、
まあ、今はね、一本、各動画見てくれるから、みんながね。だから、一本の動画が1000あるかないかで、10本上げたら1万と、過去動画が1万ちょいで、まあ、1日の再生数で、ほぼほぼ、アルバイトするというぐらいになるから、ここは不安はないんやけど、なんでそんな話するかって言ったら、昨日ね、子供と見てて、65歳の1年生、65歳の新入社員で、結構、おじいちゃんみたいな人がピッカピッカの1年生とかでテンション上げて、今年入社しましたって言って、65歳からの就職っていう特集やっとって、日本にとって、65歳って、普通定年になる年から働かんなのかって、逆にね、昔60定年とか60、バブルの時やったら60定年、60になったら定年して、退職金もらって、蓄えもあって、そこから家買ったり、悠々自適な生活して、奥さんと一緒に世界旅行すんねんとか、そんな話をバブルの時に聞いててね、65歳になったら、リタイアするんや。それがね、バブルのちょっと後、バブルの後ちかバブル頃は、50歳か、プチ定年。で、50歳で一回仕事を辞めて、で、稼いだお金で、1年、2年休んで、で、ちょうど、ガッちゃんがまだ、バブル、後やな。リーマンショックぐらいの時か、まだ30代、結婚する前ぐらいの時か、50代で、プチリタイアして、で、あと、ネットのアフィリエイトやったりとか、ネットショップやったりとか、自分がしたかった喫茶店したりとかって、プチリタイアっていう言葉が流行って。その時にあっちゃんは、会社を50で定年しようと思ってたの。この年になっちゃったのね。ってことは、4年目やから、YouTube やって。で、その前、かっちゃんが42の時にみきちゃん亡くなってるから、44ぐらいでリタイアしたんか。予定よりも6年ぐらい早くリタイアして、苦しかったよ。苦しかったけど、乗り越えて、今、普通に生活できるようになって。50でリタイア。これでもまだリタイア生活早いんよね。60、65。いや、65から新入社員って言ってるぐらいから、何歳まで日本人は働くんだろうって。まあ、働いてないことはない。やっぱり、YouTube で稼げるんやったら、俺は YouTube で働いてるって言ったら働いてるのか悲しい。リタイアした、リタイア後の生活って言ったらそうかもわからへん。だからって、50やったらもうリタイアしてもいいんよな。昔そういう時代もあったもんな。なんか、昔、戦国時代とかは、織田信長の言葉、人間50年。だからもう、この世にいてない年やねんな。って思ったら、もう頑張らなくていいのかな。まだ子育てじゃん、なんかさ、子供を育てていかんなんか、もうちょっと頑張らな。もうちょっと頑張って、YouTuber 頑張るよ。やめへんけど、あえてもう、がむしゃらに、両方しゃんでいいのかなって。逆にこんなね、言ってみたら、子供にといつも一緒にいられてね。あっちゃん願ってたのは、みっちゃんが、りょうは小学校、ひかるは、
幼稚園行く前、寮がまだ幼稚園の頃やな。ヒカルがまだ幼稚園から3歳、2歳、3歳の時にミキちゃん病気で入退院繰り返してたから、そんなに子供にね、愛情を注いでる時間がなかったの。だから、あっちゃんも病院付きっきりやったの。だから、やっぱりその頃治るやろうって、なんかミキちゃん死んだやろうとは思ってへんけど、うすうす長くないかなって感じてたんかわからんけど、ミキちゃんとの時間をすごく取りたがって、子供らは学校行かさなあかんから、おじいちゃんに預けて、で、時間も幼稚園に行かして、早めにね、3年保育行かして、で、帰ってきたら迎えに、おじいちゃんに行ってもらったりしててね、で、病院から帰ってきてから、子供と接して、退院してきたらもう子供とべったりみきちゃんと接して、あっちゃんはその分、退院してた時は、できる限り時間は会社に出ててんけどね、で、その分、日曜日とかは、休み、子供が休みの日とかは病院連れて行ったりしててんけど、兄分やっぱり子供と接する時間が少ない。だから子供といつも一緒にいてあげたいっていう、もう言っても高校生中学生やからそんなにしゃんでもいいんやけど、自分がしたいのか、でも子供も甘えてくる。高校にもなってね、寮は光も中学校にもなってやっぱ甘えてて、いつも今でベラベラ喋って、光も一緒にまで夜も寝たり、寮も時々一緒に寝たりね、同じ部屋でゲームしようって家族3人でバカゲームやって、車でどっか行こうかって言ったら嫌とか言いながらも3人乗ってどっか行って、ご飯食べに行こうかって、めんどくさいって言いながら行こうかって言ったり、やっぱり愛情が足らんのかなと思ったから、この仕事選んでね、いつも家にいてるっていう特殊なお仕事かもわからへんねんけど、今は幸せやね。めちゃくちゃ幸せやね。いいのかな、こんなんでって。こんな幸せすぎていいのかなっていう不安感もわからへん。妙にね、この、今のこの生活、すごい安定してんねん。はっきり言って。何不自由なく、不自由なくというか、何もそういう不安もなく、楽しい生活を送れてんねん。動画を上げてね。まあ、確かに動画上げとる間ちょっと待ってって言って、動画編集しとる間喋りかけてくるからちょっと待って、レンダリング中やったら喋るけどとか、撮影するからちょっと待ってなとか、10分で切り上げるからって撮影したりとかやってるけど、その中でもやっぱりね、充実できてるんよな。でもなんかこれはみきちゃんのこと愛しすぎて、もういくら抱きしめてももっともっと二人が溶けて、とろけてとろけて二人がこう一つになるぐらいの、こうなんていうのかな、体が邪魔ってよく言うけど、それと同じ感覚かなって。もっと幸せ、人間って幸せをもっともっと追い求めるのかなって思ってね。なんかそう思ったらちょっといろいろと奥深いなって思いながら、今を過ごしてるあっちゃんです。はい、ということでね、今日のあっちゃんの、お昼ご飯は、何やったっけ、具だくさんポテサラパンやったかな、なんかそんな名前やったんやけど、美味しかったです、ごちそうさま。ちょっとやっちゃんいらん話ばっかりしてたけどもね、まあ、幸せなあっちゃんでございますということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。では今5時半ぐらいなんでね、帰ります。帰ったら6時ぐらいになるんでね、灯油だけ入れて帰りましょう。はい、またね、バイバイ。今日のあちゃんの夕ご飯、もうお昼でも夕方やけどね、パン良かったよと思ってくれた高評価、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。またね、バイバイ。